家の近くにアップルミントがたくさん生えている場所があったので、そこでアップルミントをたくさん摘んできました。じゃあ摘んできたアップルミントをちょっと軽く水で洗ってほこりを落として、洗濯用のネットに入れちゃうぞと。洗濯用のネットに入れちゃって、お風呂が沸いたらアップルミントの袋を入れちゃいます。こんな感じ。少し揉んだ方がいいですかね。香りが出るように。こんな、ぎゅっぎゅっ、こんな感じで。お、これはなかなかいい香りじゃないですか。とってもとってもミントの爽やかな香りでございます。あ、いいですね。こっからもっと香りが出るようにちょっと揉んでみましょう。こうやってぎゅうぎゅうぎゅう。いいですね。まさにアロマセラピーですか？ちょっと待って、ここに押し付けて、ここに押し付けるとなんか、ここがちょっと爽快になるかもしれないから。ミントの香りで、股間も爽快といったところでしょうか。はい、皆さんも、ミントバス、アップルミントバスですね。ぜひぜひ一度お試しください。はい、終わり。